のワゴンのこの上についてるまな板、そのテレビ台、共通点があるんですが、なんか共通点わかりますか？実はこれ竹でできてます。素早く伸びる素材を使うことでサステナブルな商品。食べれるのに残すぐらいなら食べれない人には渡した方がいいから、せっかく食べれるならちゃんと最後まで食べきった方がいいかな。今の子どもたちは学校とかでも環境教育とかそういうのを受けていて、先進的な考え方をしてるなと思ってるんですけれども、今日のこのエシカル消費っていうのを改めて学んでいただいて、自分の身の回りでどんなことができるのかなということを改めてもう一回振り返っていただいて、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。